どうしたの？そんなにハーハーして。今日はお日様が気持ちいいからね。こんな日はふかふかの芝生で寝るのに限るのさ。あなたも寝よう。このチクチクが癖になるんだよ。まふふ。夜ね。そうだね。あんまり寝てないかな。勉強しなきゃならないから。かなたちゃん、特待生だから、成績上位をキープしないと、授業料とかいろいろ優遇してもらえないのさ。家族に負担かけたくないし、毎晩頑張ってるのですよ。かなたちゃん、お姉ちゃんだからね。あなたは、かなたちゃんのお話を聞きに来てくれたの？そっか、ありがとね。おお、知らないうちに心配されてる感じ？